デカ盛り氏チャンネル。こんばんは。トライアウトウィナーズの、はい、呼ばれて、流通経済鹿島高校ウィナーズの練習生としてね、はい、行かせていただいて、はい、今日たまたまを聞いたもんです。たまたまを聞いたもんです。今日たま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 を聞いたもん。ためとこしいたためとこしいたあいたまたま、はい、今日こさる、はい、今日もともと今日 DMFA って僕の梅ちゃんマキイカフィールド、はい、ゼロ坂井東コーナーの上でやらせてもらうんですけど、今日はちょっとこさるってことで、はいはいはい、梅ちゃんいたんでちょっと一緒にちょっとウィナーズの振り返りたいな。なるほどです、はい、どうやった。まず一番みんなが思ってることを僕は言えます。ああ言って言って、はい、言ってくれ言ってくれ。森さんのユニが小さいもうとにかくやっぱデカ森氏って感じ。もうデカいからユニがない。あれ L サイズ L って。何も L サイズ L 短パンやばかったっすよ。あんな釜本みたいになってもうあんな短いの。マラドーナやったな昔の人みたいなもうその時点で入れる気なかったな。こんなサイズの人が来るとは思ってなかった。ああそういうことな。とにかく短パンが気になってしまう。たまたま出てた。たまたま出そうやったもう確かにユニオンサイズちっちゃかったな。あんなパツパツ見たことない。ガタイは良かった感じ。ガタイがもうコメント話し合い来るっすよ。あの人の短パン短い違うね、森さんがでかいだけやでもジャイも俺ぐらいでかいやん。いや多分ジャイさんサイズあるっすよ。やしやっぱキーパーやから中履いてるから。あでも俺中履こうと思って、でも中履いたらより一層パツパツになってたのかこの腿の見え具合がやばっす。あじゃあちょっと上げてて。あさらにさらにちょっと上げて。マジのもうほんまに足長い人が入ってるみたいな。まあ、メンバー発表した時に、はい、まあ、トライアウトメンバーが遠條くんが入ってて、でまあ言うたら実質 A チームみたいなトップチーム。ビナーズの中でも20分3本やってで30分で入れ替える、2本目の10分で入れ替わる感じで、はい、まあ、メンバー見て、まあ、遠條くんすごいなって思って。でその時運営の人から「門島さんまだ何も決まってないんで頑張ってください」って言われて、それもずいね。いやそうやったっすよ。とにかくそうなの、とにかく何かを残さなみたいな感じやったですね。うん、そうやね。じゃあ俺は何かを残したかってんでも、じゃあメンバーがじゃあ劣ってたかって言ったら、龍家のチームをかなり勝ちやったやん。はい、私1本目 2-1 で俺はバトンタッチして、はい、で、まあ、かける君がまあちょっとミスじゃなくて、まあ目測誤ってヘディング決められて、はい、でマジかと。え2失点目っすよね。2失点目。あちゃうわ2失点目。あ梅ちゃん、あ、さあ同点でバトンタッチしたんや。梅ちゃんがやらかして、やらかしたっす。それ一失点目も俺っす。あれでもさ、まあ言うたら35歳で、はい、まあ、サブやとして自分が何ができるかと思ったら、俺声出してたよ外から。むっちゃ、はい、なあなあむっちゃ聞こえてたっす。梅ちゃん大丈夫大丈夫って言ったらチラ見されて無視されてあれ僕はめっちゃ喋ってちょっと言い返してたんですよ。でもカメラ拾われたら嫌やなと思って、うん、言ってたら「イップスだったっす、イップスだったっす」ちょっと言ってたんですよやっぱ。はい、イップスだってるっす。まだ森さん、俺後ろで森さん声聞こえてたんですけど、うん、めちゃいけ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 って言うてたんですけど、うん、俺イップスだってる、イップスだってる、ずっと言うてた。サッカーイップスあるんや。あるさ、あるあれでもイップスだってるっす。あ、イップスイップスだってる。ああそうなんや。どうやったら治る。なんか気づいたら治ってたっす。ああそうなんや。テッカチャンネル。俺ね、外からはやっぱあウィナーズの試合をまあ一員として初めて見たけど、はい、普通にうまい。俺ずっと取れないけど、いやマジでうまいわ。マジっすか。もうやっぱあの回し方とかもみんななんか意思疎通できとるし、はい、で俺はその意思疎通できてるな1、2本目の途中まではと思ったよ、はい、で言ったら11人だけがいいわけじゃないじゃん、はい、やっぱ16人おってウィナーズやと思うから、はい、他のベンチメンバーどんな感じなんかなって思ったね。やっぱ思ったらやっぱちょっと自信なさそうにやっと感じがした。でもトライアウトメンバーとかごそって入ったら、そうやな、やっぱそうどういうプレーが好きなんやろみたいな分からない。そうやな。まあ、俺はどっちかやったらやっぱやってきたから合わさなあかんと思ってるけど、はい、那須さんが3本目の行く前のミーティングみたいな感じで前に森氏がいるから森氏行けるんだよ、はい、その時に俺はやばいと。なんでかって言ったらもう全部俺頼りになったら、はい、俺はどっちかって言ったら使われて使って使われて使ってっていう形でもいいよ。自分が来て収め、はい、収めるよ、はい、収めてたわ。めっちゃ収めてた。そう収めてたよ。でそれからじゃあ俺はじゃあ高くみたいな自分でガーンっていけるかって言ったらやっぱまだまだ難しいことになるし、高校生でやってもやっぱ早いし、まあ、そこはすごいちょっと俺はアピールできんかったね。もしかしたらポーン入っても、この押し上げ中で、どこ使おうみたいな、もうずっと
でなんかやりづらそうには見えたっす。うん、まあ、でも俺原因分かってんねん、なんでか俺なんで何の原因、ユニオンちっちゃすぎた、それだから動きにくかって一個とえげつないのなかったっすか、あのスーパームネトラバーンってしてでもう高すぎて、うん、相手のヘディングの位置で胸取らしてでスルバスはしたんす、はい、俺鳥おるわ俺大きい鳥おるわと思ったらあれやっぱでかいし、ジャンプ高いから相手のヘディングの位置で胸取らしてあれヤバかったヤバかった、だかそういうじゃあ俺は自分で自分のことはやっぱ判断できんから、梅ちゃんが見てたらやっぱ随所出てた、随所出てたっす、なんか背負ってそのまま引っ張られてこけた時もなんか切れてましたよ、いやいやいや、あいやだから誇張しすぎやねんって、どんな感じやどんな感じやこう背負ってて、うん、で来てそのまま引っ張られてもう一度こけた時に、うん、あその俺そいいんすけどそのおいってなるの全然いいんすけど、うん、こんなでかいパツパツのユニキタイゴリゴリが高校生においってこけながら言ったらマジで怖いっす、マンモンさんマジ怖かったわ、こけながら言うてるもんやからもうおいおいおいあ、多分高校生、うん、いやモンさんのことも知ってると思う、いや多分知らんかったと思うで、そんなあんなオールジェンド巨人パツパツでおいって言ったら多分あの子多分まだ泣いてると思う、泣いてるから泣いてなかったよ、ちゃんとやってた、ちゃんと、あともう一個ありますわ、あそれは言わんといてくれ、これ多分そうこれは言わんといてくれ、これはもう僕らのチャンネルでおそらく言うてる、あまあまあ言うと思う、PK あ、はいはいはい、与えてしまったし、そうですね、チームがで俺ちょっと頑張って左のところに戻ってて、はい、ちょっとみんな疲れてそうやったし、うん、ちょっとでもなんかまあ残り多分3分4分ぐらいかなと思って、そこをなんとかカウンターで持っていけるような、うん、って思ってて、ね、拾ってすぐそういけるような感じ、ただもうこの PK 蹴るこのマキがこの PK 蹴るの PK の説明なんやけど、うん、こう蹴る高校生がこう蹴ろうとしてるんです、あこの辺から森さんふわー来て、あレフリーにおい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 あれで対談らしいです。デカ盛りしチャンネル。ちょっとね、もう重複するけど、俺原因やね。何がですか？みんなで。原因分からへん、ね。原因やね。はいはい。うまくできなかった。はいはい。ユニフォームが小さすぎた。ピチピチすぎた。ピチピチすぎた。じゃあれユニフォームがちっちゃいなくて、あなたがデカすぎるんですよ。あ、やっぱそうなんや。はい。デカすぎた。はい。でなんか相当病んでるって聞いたんで来ました。そうなん。何もできなかったから、やっぱ俺も YouTuber やりだして、はい、やりだしてサッカー系 YouTube 頂点見たから、はいはい、やっぱ入りたいしやっぱ思っちゃうんや、逆やったら思わへん、まあそうですね、入りたいと思うと、そうでまあね、何もできなかったから昨日家帰ってカメイン飲みました何やその方が大人っすそうカメイン、はい、いやほんまでもみんなとやりたかったなと思う、まあ、マキとお姉ちゃんとやったけど、はい、ちょっとでも5分でも10分でもその 1,2 本目のメンバーには絡みたかったなって、確かに NG とか出てんのかなあ、誰かと誰がって、ウンパ、俺のこと無理って言ってね、やっぱちっちゃいんででかいのやってる、まあ、すごいけどあいつ森川さんもクスって社交できるからはい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 ありつつですよほんまいい経験させてもらったし、まあマキが言ってくれたから、いやいや、まあ、ほんまにまさかここまで、まあ、どうなってるかまだ分かんないですけど、頑張れるように、またこれからも、はい、ちょっとふざけたかな、ふざければ足らんかったです、ね、確かに、いやでもあれふざけれるか、あれふざけてる選手いたでしょ、みんなやつかおったなぁ、マキーカーはもうクリアあれやめよっていうクリア、いやいや確かに確かに2人ともやっぱうまかった、でもほんま純粋にマジでうまいと思った、優勝やね、調子悪かった、はい、でも結構チンチンやってたやん3問目、はい、もうどうしてんやろと思って、俺多分頭抱えてるシーンあると思うから、はいはい、それちょっと見といてこうやってやってるからどうしたらいいんやろって、ちょっとでもメンバーがかわいそうやですね、3問目はまあトライアウトメンバーもやっぱ頑張らなあかんし、ごちゃ混ぜ出した方がよかったですね、トライアウトメンバー、まあこれでもし落ちたら、はい、俺は那須さんにレギングダウン、あ怖っ、ああいいいい怖っ、行こうかなと思うか、まあ落ちたら夜道気をつけるでしょ、ああ僕らか
那須さん運搬でもなく僕らが、あ怖いやっぱもう多分反射だ怖い、ちょっと多分後ろから強めの、あー危な、怖い怖い、気をつけます。多分あの歩けへんとかそうなんない、あそういう怪我とかじゃない、あなくなると思う、なくなる、もうなくなり、なくなる。テッカチャンネル、ほんまたまたまマキーが来てくれたから、たまたま来てくれたから、ほんまにそんなイントネーションでやってはるんですか、ちょっとほんまにまたあのどうなるかわかんないですけど、はい、ほんまありがとう、マジで、いやいや、ほんまにありがとう、またちょっとあの二人とコラボさせてもらいたいんで、はい、あのその時はまた、はい、それじゃあお願いします、ありがとう、なんかちょっとやんでる俺を、とんでもないです、楽しかった、でもでも演技はパツパツやったあれ俺めっちゃ恥ずかしかったもん、いやいや、もっと小さくいけたよな、このへそ出るぐらいまでいいでしょ、そんなことなかったな、はい、ソックスも上がらへんね、ずーっと下がってくる、ずっとあの会議中というか先日ミーティング中伸ばしてはったもん、ソックス伸ばすことあるもん、ソックス伸ばしてない、ずっとあの短いんやろな、ずっとなんか後ろがミシミシ聞こえるなんて、バッて見たらソックスをずっと見たことない作業で、それどういうこれでソックス伸ばしてる、そうここにソックス、そうここにめっちゃ伸ばしてる何してんのと思って、でマキが終わってから友達いないやんって言われてやめてくれよと思ったけど、いやでもしゃあないですね、やっぱジャイさんの同じ見えないですもんね、ジャイの方が年上に見えるいや見えないな全然森さんの方が上に見える、ほんまにどうしたら若く見えるかな、顔変えるか、変えようか顔変えんの、顔変え、確かになんでジャイさんとさ、てか森さんって身長も一緒ぐらいやん、でお互い別に顔もどっちがめっちゃ若いとか顔じゃないけど、なんかジャイさんの方が若く見える、ほんまに、はい、喋り方かな、顔っすよ顔、でもジャイさんはヒゲあるで、ジャイさんって言ったらまだ柔らかい、だから関西弁でも喋るからかな、ちょっと怖さあるっすね顔、なんすわ普通でもこんなんや俺って、はい、飲んでる時はただおもんなくなるだけやん、いや飲んでる一生ボケ出るっすこれの100倍ボケだいやそれもたまたまや、たまたまたまやね、ずっとたまたまこんな感じで振り返れたんで、今からちょっとコサルやっていくんで、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、ありがとうございました。